皆さんこんにちは、吉田よりです。ということでですね、今日の企画を発表します。今日はなんとですね、テニスコートに住んでみたという前代未聞の企画をね、やることになったんですけど、普通のテニスコートだったらまあ9時に閉まりますよとか10時に閉まりますよとかじゃないですか。はい。だから普通できないんですよ。そうですね。ここのコートですね、プライベートでオーナーさんがいるんですよ。はい。すごく よくしてもらってる。はい。その方が特別にいいよと。ってことで決まりました。マジありがとうございますということで発表します。今日のスタメンです。まず彼です。このテントになるんですけど、はい、まあ、このテントをそこに張る予定です。角ですね。角です。はい。ほほほ。そこで寝ると。夜すごいっすね。はい。で、まあこれなんですけど、はい、この保冷剤の中身はまあ後ほどねお楽しみということで何が入ってるか。シークレットボックスですね。シークレットボックスです。で、今日のキャンプのスローガン言います。ゼロ円で乗り越えろと。はい。1円も使わないと。はい。いや、まずですよ。まずこのテントに関しては斉藤隆プロからプレゼントしてもらいました。そうですね。はい。なんでこれ無料です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ここに入ってるものはあの謙信のお母さんからプレゼントしてもらいました。はい、ありがとうございます。まだ今のところゼロ円ですね。で、寝袋がないわけですよ、僕。なんで今日僕マット用意しました。あ、一応持ってきたんですね。はい。マットと布団。お、まあ、マットと布団、まあそれも後でのお楽しみです。まあ今日はそれで乗り越えろっていうことですね。あのマジ俺の野生の勘っていうのを今日見せていきたいと思います。はい。まあ、スケジュールはまだ発表しません。まあ、動画を見ながら、はい、僕はどういうスケジュールをね、組むのか楽しみにしててください。はい。じゃあ、まず、スケジュール発表は、玉出し行きましょう。玉出し、はい。今練習終わったんですけど、はい、これからですねスペシャルゲスト来ます。スペシャルゲスト、まだ練習は続きます。はい。ちょっと迎えに行きましょう。来ましたね。来ました。ジープです。おお、いいですね。じゃあの番号 見えちゃダメだから。はい。こんにちは。こんにちは。いや、もう動画回ってるんで。あ、マジですか。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。いやー、この前ですね、JPTT で、日本のドミニックチームって僕呼んでるんですけど、はい、吉村真汐祐樹さんです。はじめまして。いや、ほんとわざわざ遠くから来てもらってます。ということで、今から練習するんで。なんかもうポイントとかじゃなくて、普通に。もう、これもマジです。マジ、普通にガチ練。あ、そうなんですね。てか、全部ガチ練だから。単純にエンターテインメントはここに住むっていうだけだから、それ以外にエンターテインメントをもう求めないでください。あ、オッケー、そうです。怖っ。いや、今マジっすね、動画に収めきれなかったんですけど、急に僕ここにいたんですよ。はい。そしたら僕のジュニアの時のコーチがくれました、プレゼント。はい。こんなことあるんですね。はい。これでうどん食ってきてって言われて。ゼロ円生活っすよ。いや、割とマジでこれ本当にガチで。ガチっすよね。今ではやらせなしでマジでくれました。割とマジで最高じゃね。最高っすね。一発ちょっと俺のフォアハンド見せますわ。はい、はい、見せましょう。俺の一発ちょっと俺のフォアハンド見せます。かっこいい。かっこいい。かっこいい。こんにちは。足を落ちて足に入って。ハプニングありましたけど。ハプニングがあった方が面白いんで。彼面白いです。めっちゃ面白いです。ジュニアの頃からお世話になってるコーチで、こう機密で今やってるんで、全国の選手、はい、インターハイ準優勝の女子を教えたりとか、結構強い選手、強い選手育ててるんで、ぜひ皆さん木更津とかね、機密に来た際は竹下コーチのテニスクラブに概要欄貼っとくんで、リンクにぜひ皆さん来てください。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。今丸亀うどん終わって、今竹下コーチの、はい、レッスンやってるんで、 そうですね、そこにちょっとお手伝いしたいなと思います。はい。で、マシュルさんも入ってくれるみたいなんで楽しみですね。はい。あ、同じ学校なの？同じ学校です。あ、同じ学校なんですか？2人の後輩です。あ、そうなんですね。グッドだから先輩チームナイスショー。おい、ナイス。いい、うまい。おお、いいよ。それいいよ。いいよ。
はい、こんにちは。まあ練習終わってってことで今から飯です。ってことで冷凍ボックスの中身お見せします。こちらです。お、やっと中身の日ですね。まあカレーです。相当いいもん思われましたね。うん、天使のお母さん曰くお肉じゃなくて魚の方が健康にいいと。なんで魚くれました。そんなもんもらったんですね。はい、白菜ですね。へえ。なんで今日はですね、鍋作りましょう。白菜に関しては畑のおばちゃんがちゃんと取ってくれてるんで簡単に洗えばいいです。ナイフは？ナイフないんすね。手だよ。あ、手で行くんですね。やべ、マジお腹すきました。よし。待って、やば。もっともっともっと、かぶりつけよ。いけ。そうなるって分かってた。もう一回、もう一回。はい、かぶりつけ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 。熱っ。めっちゃ美味しいね、でも。食ってねえのに美味しいとか言ってんじゃねえ。じゃあもう匂いで分かる、マジで。マジでお腹空いてんだよ。お前さっきこっそり食ったんだろ、一人で。マクドナルド食ったんだろ。お前せこいぞ、マジで。うまっ。チャンネル登録よろしく。これからですね、はい、テント張っていきたいと思います。おおおお、逆さまっすね。キャンプじゃね。本当にキャンプだね。仕上がってますね。おお。ちょっと眠くなってきた。おやすみ。どうすか中は。てかあったけ。そう。言われてもじゃあったけ。ほら。本当だ。あったかいねマジで。すごいね。あ、しっかり布団持ってきたんですね。めっちゃいいじゃん。ちょっと。やってくれ、えぐっ。めっちゃいいじゃん。やって、えぐくない？あったけ。めっちゃいいじゃん。で、こう寝るじゃん。ああ、で、まあ、いきなり寝れないじゃん。そうだね。絶対みんなやっぱ携帯いじるじゃん。はい。いや、気づいたわ。気づいたわ。あれ？ここテニスコート？あ、そうだそうだ。ちょっと待って、気づいた。動画見てて思ったのは、はい、フォアハンドダメだね。はい、行きます、せーの。セット。セット。これ今何秒でできましたテニス？10秒以内です。皆さんよくありますよね。うわー、テニスやりてー。で、まあベッド降りるじゃないですか。はい、まあ、床なわけですよ、はい、家の、はい。みんなやるのは素振りなわけですよ。僕の場合は。セット。あ、ごめん、寝るわ。今までこの景色皆さん見たことあります？皆さん、Z の家わかります？ Z の家紹介。自分は知ってますけど。皆さん見たことありますか？わかんないです。いや、わかりました。よく外国人が自分の家を紹介するじゃないですか。はい、大豪邸紹介するみたいな。はい。ちょっと俺その真似しますね。はい。Hi guys, how are you? Yeah, yeah, good, how are you? Thank you for coming, bro. Thank you. So I'm gonna introduce my house today.Okay. So this is my house. Wow, this is great. This is my house. Yeah. You know, it costs about 100,000 euro. 100,000 euro. Why it's so expensive? Yeah, quite expensive. Yeah. It's expensive, but secret. Okay. 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 Lot of money I have. Yeah. This is my living room. Living room. Okay. This is my living room. Okay. Yeah. Nice and simple. Nice and simple. This chair costs 10,000 euro. Okay. Whoa.Quite cheap. Okay. Okay, let's sit. Okay. Good. This is my TV. Oh, yeah. This is my TV. Yeah. It's amazing atmosphere. Yeah, amazing atmosphere. Yeah? Yep. Let's go inside. Your bedroom? Wow. The bedroom. Looking very comfy, yeah. This cost about 1,000 euro. Okay. Oh. Quite cheap. The bed?The bed. Oh, okay. The bed. Okay, that's quite cheap. That's it. Yeah, dream house. This is a dream. Yeah, house. You're living the life, man. And thank you for coming. All right. Yeah. Thank you. All right. Wow. Okay. てか正直言って。はい。マジ眠い。マジ眠い。じゃあ吉田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい。テニスも見せていただき、ドリームハウスも見せていただきね。じゃあこれマジ寝るんで。Okay. おやすみです。おお。はい、では皆さん、これからベッドインします。
オッケー、じゃあ、おやすみなさい。自分一緒に寝ちゃダメですか、これ。いや、岩井さんも帰ってください。鍵ありますよ、ね。自分だけ帰っていいですか。はい、もう僕野生なんで。ガチで寝るんですか、ここで。ガチで寝るって当たり前だろ、その。何のためにこの企画やってんだよ。明日6時ね。6時？うん。5時50分ぐらいに起こしに来て。嘘でしょ。これ本当に。朝練するから。皆さんおやすみっす。ちょっと待って、先に起きちゃいましたね。クソ寝れた。やば、クソいい天気じゃねえか。クソ喉乾いた。なんか先起きちゃいましたね、なんか車の音とかで。いや、いい朝っすね。皆さん、おはようございます。今、6時10分、15分ぐらいなんですけど、もう今から、着いたんで。あー、すいません。こんにちは。お前遅くね。俺もう完全目覚めたんです。まずじゃあコーヒーからどうぞ。いや、ありがとうございます。実際コーヒーないっすよ、ね。はい、いや、俺マジやってみたかったことあって。はい。寝起きチャレンジっていう、寝起きでもフォアハンドは入るのかっていう寝起きチャレンジ。はい、行きましょう。じゃあ行きます。はい。余裕じゃねえか。見ろ。あ、多分目覚めて一番早くテニスボール打ったの僕っす。確かに人生新記録じゃん。あれ、打つ打つ。では、朝ごはん行きましょう、はい、ってことですね。朝ごはん作りましょう。いや、なんとですね、これを買いました、はい、あ、すいません、これだけ買っちゃったわ。いつ買ったの、そんなの。そういや、待って、0円とか言ってたのにこれだけ買っちゃったわ。皆さん、お許しください。完璧な朝ですね。ってことで皆さん、完成しました。うまい、うまい、うん、あ、うん、うん。えぐいね。で、次は何すか。はい、ってことでフレッシュ。はい。まあ、ということで、まあ、11時ですね、今。いやー、終わりましたよ。はい、24時間テニスコート企画。はい。まぁ、ちょっと2時間ぐらい過ぎちゃいましたけど、まぁ、今日テニスコート無限に使っていいって言われてるんで、フォアハンド試行錯誤してたら、まあ、この時間になっちゃったんですけど、まぁ、けど、まぁ、今ほんとフォアハンド良くなってるんで、はい。やっぱ自分で動画見ててもほんと変化わかるし、はい。成長してるのがわかるんで、やっぱもっともっと試行錯誤して、もっともっと追求していく。今の状況に満足しないと。まぁ、あと、キャンプの感想に関しては、まあ、まずはやっぱりこの企画をさせていただいたそのオーナーさんに本当感謝ですよね。はい。まあ、なかなかこの企画やっぱできないと思うんで、はい、本当にまずそこにありがとうございますっていう気持ちですね。そうですね。まあ、このキャンプに対する感想は、まあ、この動画に詰まってると思います。はい。24時間テニスコートに住んだらこんな感じですよっていう。ああ、そうです。感想はこの動画です。はい。この動画に詰まってます。体調はどうですか。最高ですか。まあ、見て分かる通りね、半袖なんで、はい、生き生きしてます。だいぶビンビンしてますね。ビンビンですよ。はい。まあ、このキャンプにするにあたって、この移送化してくださった剣士のお母さんとか、あとご飯とか、はい、まあ、たかしさんにキャンプ貸していただいた。テントいいですね。はい。まあ、なんで最高の企画をありがとうございましたということで、はい、まあ、皆さん楽しんでいただけたらよかったと思います。ということで皆さん、ありがとうございました。